へこんでしまうことは私もあります。よくへこみます。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言は鴻上尚史さん。鴻上尚史さんの名言で、僕は俳優になろうと思うんですと言われるとやめた方がいいと答えます。それでへこんでしまうような人は、そもそも俳優を目指すエネルギーも続ける気迫もないと思っているからです。ということで、鴻上尚史さんのプロフィールをお伝えしていきます。鴻上尚史さんは日本劇作家協会会長代表理事、日本劇団協会議、日本演出者協会理事、東邦学園芸術短期大学演劇専攻特別招聘教授、株式会社サードステージ代表取締役、執筆、インタビュー、講演は株式会社サードステージがマネジメント、その他株式会社ホリプロのマネジメントによりテレビ、ラジオへのも出演しているということでですね、鴻上尚史さん、オールナイトニッポンかなんかですごいことをいろいろやってたみたいですね。なんか、ダンスとかやったとか、なんか、なんだっけ。なんか聞いたことあるんですけれども、まあ、それはそうとですね。やる気のある人ってどんなに否定されてもやるじゃないですか。そうだと思うんですよ。私も親に、いろんなことを言われたことがあります。やめとけと、いうことがあります。そこでやっぱりやめちゃってるんですよ。やめちゃってるんです。まあ、もちろんお金かかるからですけれどもね。自分が稼ぐようになってですね、まあ、そこまで言われるようにならなくなりました。YouTube なんか、こう、やりたいって、多分私が子供の時、もしあればね、言ってたら、親は拒否すると思いますね。YouTube、私は、幸い、大人になってからできたので、こうやって放送してるんですけれども。YouTube やり始めたやり始めたでですね。まあ、いろいろあります。いろんなこと言われたりだとか。まあ、もちろん、的を得た答えもあるんですよ。いろんなこと。音声が聞きにくいとか、カメラがこう悪いとか、質が悪いとか、いうことはあるんです。まあ、そういったことはね、直せばいいんでですね。ただですね、やっぱお金のかかることとか、いうことでですね、子供の時にこう否定されてですね、そこで、まあ、やめてしまうということではなくてですね、本当にもう諦めてしまう、そこで終わっちゃうというのは、まあ、それぐらいの人間なんだということだと思います。親がね、それでもお金出してくれるとか、自分でお金出してやるんだったらね、とことんまでやり続けるエネルギーですね。そういったことがあるんじゃないかな、なんて思ってます。はい。私も、まあ、散々いろんなこと言われました。動画に関しては。やめとけよ、人がね、アクセスもないのにやるなよと。一日数アクセスしかないのに、やる必要ないじゃないとか、言われますけれどもね。まあでも、自分が好きなことをやってるんでね、YouTube に出ることが好きとかいう話じゃなくて、やっぱりこう、何かこう、盛り上げるものがね、ないとダメだと思ってやってることであって、別に YouTube なんてね、どんなチャンネルであってもいいんですね。また新しいチャンネル作ればいい話です。これはね、私のためでもあり、皆さんのこうやる気のためでもあると思ってやってますので、そんななんかごちゃごちゃ言う人がいますけれども、そんなことに対して、反応するつもりもありません。非常に鴻上尚史さんのこの名言通りだと思います。へこんでしまうことは私もあります。よくへこみます。真面目に真剣に考えてね、思うことはあるんですけれども、そこでやっぱり、やめてしまったらそこで終わりですからね、そうじゃなくて、やっぱりないならないでどうやってやるかということも自分の頭で考えてやるんじゃないかなと思ってます。お金がね、解決するんだったらお金で解決すればいいし、いろんなもので解決すればね、動画編集だってお金出せばなんとかね、誰かが編集してくれますしね。まあ私幸い自分一人でやってますし、別にスローモーションにする必要もないですからね。まあ面白いことをやるわけじゃないんでね、何かのハプニング動画を撮ってるわけでもないので、まあいかんせんこんな動画ですけれども、編集とかさせてもらってます。そんなことでですね、
エネルギーを持ってやりましょうということだと思います。これからもエネルギーを持ってね、私もお伝えしていきたいと思っております。本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。